はい、皆さんこんにちは。大阪大学の瀬岡です。おはようございます。実はですね、私先週末大阪の W 大阪っていうホテルに泊まったんですけど、その入った瞬間にですね、なんか別空間に入るようなめっちゃおしゃれなホテルだったんですよ。もうぜひですね、大阪に泊まりに来た方、1回いいんでね、大阪、W 大阪泊まってみてください。なんか普通のホテルとはですね、全く違った感覚の宿泊が味わえます。中もおしゃれですし、その下界と完全に隔離されたようなすんごいですね、幸せな空気感味わえます。ご飯もとっても美味しいです。部屋もものすごい綺麗で、夜景がもうね絶品なんですよ。なのでもうぜひですね、W 大阪、大阪来た方はですね泊まってみてください。はい、それではですね、プログラミングの授業を始めていくんですけれども、今回ですね7回目に入ってきます。でこのプログラムの授業なんですけどね、週30分、勉強していただければ、どんどんですね、そのプログラミング的思考とかですね、その先にあるですね科学的な技術っていうのもですね、どういうふうにしていけばいいんだろうと身につくと思いますですね、家族で一緒に勉強してみてください。今日はですね、前回予告しましたようにですね、3分測るタイマーを作ります。いいですかね。コンピューターはですね、時間を測ることができるだろうなっていう予測は多分あると思うんですが、で実際にですね、どうやって3分測ればいいのか、3分お知らせをしてくれるメロディーとともにですね、皆様に、お伝えできればと思っています。今日はですね、主にその3分タイマーを作ること、そしてそれをですね、ちょっと関数にしましょうね。この関数っていうのはですね、プログラミングのとても大事な概念になっています。ですのでですね、この関数というのを今日はしっかり勉強していきましょう。はい、今日はですね、カップラーメンを作るための3分タイマーを作っていきます。いいですかね。コンピューターもちろんそうなんですけども、スマホで3分測れますよね。そうなんで、そのようにコンピューターっていうのは、一応時間を測ることができるんですよね。でそのコンピューターの時間っていうのを、測ってもらって、コンピューターに時間を測ってもらった後にそれを、3分経ったら知らせてください、メロディー鳴らしてくださいっていうようなことを実際に自分で作ってみるということを今日はですね、体感をしてみましょう。その過程でですね、あと関数を今日はちょっと教えます。関数というのはですね、プログラミングの非常に重要な概念ですよね。繰り返しでそういう同じようなコードを書くときとかにぜひ関数を使ってあげると非常にいいと思いますので、それについて学んでいきましょう。まずですね、3分測るプログラムですね、どうやって作るかというのですね、この辺からはいろんな考えがあると思うんですが、アイディアですよね。アイディアをどんどん考えてほしいんですけれども、オーソドックスに考えているのが一番いいんですが、まずマイクロビットでプログラミングが動いている時間、コンピューターが動いている時間を稼働時間があるんですよね。それがあるので、それを使ってみましょうかですね。すなわち、はい、スタートってやって、こう、てってってん、てってってん、てってってってんを3分やるんですね。コンピューターにスタートって押して、てってってん、てってってん、てってってってんってんってを、こうで、はい、3分経ちましたって時に、ピピ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 ってなっちゃうんですよね。それを作るっていうことなんですね。算数のお時間なんですけれども、スタートしてから実際に動いてる時間が3分以上であれば、メロディーを鳴らすってなりますよね。プログラミング的な言葉で書く。で、これを書いてあげればいい。なので、稼働時間引くスタート時間が3分以上。っていうところが条件文。そしてメロディーを鳴らすっていうところが出力になります。そしてですね、マイクロビット優秀なので、この稼働時間というものがですね、あるんですよね。変数として用意されていて、それを使っていきましょうと思います。なので、条件文の中に入れるときの条件文には、何々引く何々。そしてそれが3分以上であるということにしますので、このスタート時間と3分である2つの変数を用意してあげれば、それでできるということなんですね。ただし、ちょっと今日注意してほしいのが、稼働時間っていうのがですね、僕はミリ秒でカウントされます。ミリ秒？これはですね、1秒は1000ミリ秒ですね。そして、皆さん、当たり前ですけど、1分は60秒ですね。なので、3分測ろうと思ったら、どうしたらいいかっていうですね、次のページで答え言いますので、考えておいてください。
はい、これが答えなんですけれども、最初だけのところでですね、変数2つ用意します。このブロックでいいですかね。3分っていう変数を用意するんですが、なんで変数な3分なのにみたいな思うかもしれません。これは別にあれなんですよね、ここの数字の中をいじれば3分だろうが1分だろうが5秒だろうが10秒だろうが測ることができるということで、実際にですね、こう、まあ、数式で言うと右辺になるんですけれども、何分以上の何分に相当するところを、まあ、いつか変数にすることもあるかもしれませんので、変数として用意しているということなんですね。まあ、なので、まあ、変数名としては多分3分っていうよりは分の方がいいのかもしれないんですけれども、今回は3分として、で変数名をつけました。そしてこの3分っていうのは分かりますか。まず 3×60 で180秒なんですよね。3分は180秒です。さらにそれをミリ秒に直すので、180秒 ×1000 をしてあげてください。なのでこの、まあ計算ですよね、何々かける何々を1000かける60かける3、順番逆なんですけれども、まあ、このように設定してあげてください。でさらに、最初だけのところで、まあ、スタート時間、今回ですね、まあ、最初だけのところのスタート時間を用意するんですけれども、まあ、もう開始した時を0秒にしましょうということで、まあ、0ミリ秒ですけどね、0ミリ秒にしましょうということで0にしてください。で、まあ、開始した時にちょっと分からなかったら困るので、まあ、真ん中のラの音を一回鳴らしましょう。なのでスタートしたらプッって音が始まる。そこから3分カウントしてなんかメロディーを鳴らしましょうというわけですね。ここからこう話します。はい、これが条件文なんですけど、条件文さっき言いましたよね、稼働時間引くスタート時間が3分でメロディーを鳴らす。なのでもしこの稼働時間、実際にこれはコンピューターがスタートして動いている時間なんですけども、このタッタッターンタッタッターンタッタッタッターンの時間をずーっとコンピューターが、まあ、1秒2秒3秒普通に数えてるんですね、時間を。それ引くスタート時間0なので、今引く0が、3分以上ならば、まあ、何かメロディーを鳴らしてくださいねということで、まあ、このようになっているわけです。いいですかね。さあここまでですね、やってみましょう。はい、それではですね、実際にメイクコードで書いたプログラムはこちらになるんですけれども、もうさっきのものをですね、まあ、本当にもう書いただけになるので、もうぜひですねこのようにして書いてみてください。そしてですね、今から3分のチェックをしますけれども、ちょっとですね、皆様にその音で伝えるのはちょっと難しいので、先ほどここにメロディーを開始するというところを書いたんですけど、皆さんはぜひ音で試してほしいんですけど、ちょっと分かりにくいのでLED 表示をちょっと入れます。追加で。この中に LED 表示を入れて、何かしらマークを表示するようにします。こんな感じで。すると、3分だったら、LED 表示するようにします。これが、まあちょっと、少し違うところなんですけど。さらにですね、もう一個ちょっとお話ししますけども、ちょっと3分、ちょっと待つの大変なので、ちょっと時間いじります。いいですか？すいませんが。10秒にします。10秒で、LED 表示がするようにします。いいですかね。なので今からやっていきましょう。で今からスタートを押します。スタートを押すとラが流れるんですけれども、今ちょっと流してます。わかりました。でも10秒経ったんですよ。なので、ちゃんとですね、10秒カウントして表示することができたということですね。でここを、まあ、メロディーにすると音が鳴りますので、ぜひですね皆様、自分のマイクロビットで、音が鳴ることをチェックしてですね、お3分測れたというのをチェックしてあげてください。今10秒ですけどもね、そこやってみてあげてください。はい、それでは前半戦は終了です。はい、ちょっと後半はですね、少し関数にしてみようかなと思いますので、その関数のお話をします。まあ、関数というのは別に何でもいいんですけれども、まず何かしらその繰り返し処理をするときのその操作の部分みたいなところを、まあ、何かしらの関数をして定義してあげて、その関数をずっとの部分とか最初だけのブロックで呼び出してあげるということができるんですね。なので例えば点滅するみたいなプログラムを書いたりとか、音をずっと鳴らすみたいなのをいろんな条件文の中で、例えば条件文が10個とかになってきた時
にその中でいちいち書いていくの大変ですよね。なので同じ操作であれば同じ関数で用意できますので、その関数を1個作っておいてあげて、その関数をそれぞれの if 文の中で呼び出してあげるということをよくするんです。まあ、このようなまあ使用方法があるので、まあ、関数は非常に便利ということなんですね。今回タイマーというものをですねちょっと用意しまして、そのタイマーを呼び出してあげるということをします。で、その時に関数タイマーっていうのを用意するんですが、そのタイマーの中ので変数をまあ設定してあげると、でそこでまあ開始してあげる、まあ、ことをしてあげるんですね。そして ずっとの中はまあ同じようにしてあげるということなんですが、先ほどとちょっと違う点が実は1点だけあります。それがですね、こちらのスタート時間っていうのを稼働時間ということにしてるんですね。でこれは実はなんでこのようにしてるかという話が今からします。ここはちょっと覚えておいてください。これまでは、最初だけっていうところだけで、関数を呼び出していたんです。最初だけというところだけで、タイマーを使っていたんですけれども、ここで実は最初だけ1回タイマーを呼び出すことができるんですが、まあ、実際皆さん分かると思うんですが、タイマーって開始をしてからの時間の方がいいですよね、普通に考えたらね。なんか急に電源入れたらタイマー開始されるよりも、何かしらボタンを押してタイマー開始されるのがいいじゃないですか。そうするとボタンを押す前にすでにコンピューターが動いてるので、その動いた時間を考えないといけないんですよね。最初に考慮してあげないといけないということなんです。なので一回そのボタン、例えばそれをボタン A としましょう。ボタン A を押してから3分カウントする考えた時にはどうするかということをお話しします。なのでボタン A が押された時に、例えばこの呼び出しでタイマーを呼び出してあげます。するとですね、この子が、まあ、呼び出されるわけなんですけれども、ボタン A を押した時の時間を記録します。いいですかね。その時間をスタート時間の中に入れてあげると、その時間がその分まあ引かれますので、実際の稼働時間が例えば10秒だとして、スタート時間が3秒でしたら実質7秒しか経ってないわけですよね。 10-3 なので、それを10秒とカウントしてもらったら困るわけなので、稼働時間をスタート時間、そのスタート時間に実際にボタン A を押した時間とか、まず最初だけの時間を入れてあげるというところが実は大事なところになってきます。まあ、このようにですね、まあ、関数というのは実際に使うことができますので、皆さん関数の使い方、そしてですね、何かしらその拡張していくときには、今のプログラムをそのまま援用するんではなくて、ちゃんとその中身をですね、時間を測るときにもうコンピューター動いてる、私もコンピューター動いてるな、明らかに時間おかしいな、長いなと思ったときには何か間違ってるんですよね。それが今回の場合だと、もしかしたらこの稼働時間の可能性がありますので、ゼロにしておくと、なんかやたらとおかしなことになったりしますので、ボタン A を押したときとかにタイマーを開始したいときには、ここを稼働時間にしてあげてください。ですね、はい、それではですね、実際にやっていきましょう。今ですね、関数を用意するので、ちょっと今こちら側に関数っていうのを用意するんですが、関数はここの部分、関数を作成するから、実はですね、関数っていうのは、まあ、引数なりいろんなものを使うことができるので、複雑なもっとことができるんですが、今回は何でもいいんです。ここにタイマーみたいなものを入れてあげて、タイマーを入れてあげて作ってあげると関数を1個作ることができます。で実際私はこれでタイマーという関数を作りましたけど、するとですね、まあ、このような関数を、まあ、取ってくることができます。そしてこの関数の中にこの最初だけの2つのブロックを入れてあげるんです。入れてあげます。するとですね、もうタイマーを呼び出すっていう関数ができたんですよね。タイマーっていう関数を呼び出した時の時間をスタート時間にしましょう。そのスタート時間から3分経った時にメロディを鳴らしましょうとか、 LED を光らせましょうみたいなことがもうここでできたわけです。最後にですね、これ呼んであげないといけないので、呼び出すっていうのがあります。呼び出す時にはこちらの、間違えましたね、計算のところの呼び出しっていうのがあります。これを例えば最初だけっていうのを入れてあげると、一番最初の段階でこのマイコンを起動した瞬間にですね、このプログラム、このコンピューターボード、ごめんなさい、コンピューターボードを、起動した瞬間にタイマーが動き始めます。でさらにですね、スイッチを押したときということにしたければ、ボタン A が押されたときにこの呼び出しタイマーを入れてあげれば、これでですね、
でこうスタートするんですけれども、1回このボタンを押してからの時間がカウントされるようになります。ではやってみましょう。10ですね。はい、こんな感じになるわけです。なので、実際ですね、まあ、このここにある部分を関数に置き換えてあげたんですけれども、まあ、このようにですね、ボタン A を押したときと対象だけ、いろんなパターンに応用できるので、この関数、タイマーを呼び出す時間、タイマーを呼び出すっていうところをですね、使ってあげてみてください。はい、それではですね、本日のまとめに入ります。今日はですね、コンピューターで、3分タイマーを作るということを勉強したんですけれども、まあ、その時にですね、まあ、時間を計ることを勉強するということになります。ただですね、ちょっと覚えててほしいのが、まあ、コンピューターでですね、厳密に時間を計るって簡単じゃないと。コンピューターボードで時間を計るっていう。これはちょっとですね、覚えておいてください。厳密な時間っていうですね、ちょっと難しいっていうのをですね、まあ、将来勉強した時に、言ってたなっていうのを覚えておいてください。そしてね、このタイマーを作る際、まあ、ボタン操作への拡張を狙ったので、実はスタート時間っていうのを用意したんですよね。スタート時間っていうのがなくても、まあ、最初だけとずっとの中のブロックだけであれば、作れるんですけれども、実はですね、拡張する際には変数がもう一個あった方がいいということで、スタート時間っていうのを使いましたっていう話と、まあ、実際にですね、まあ、この関数を使って呼び出す、いくつかの、まあ、部分ですよね。最初だけに書いてあった2つのブロックを関数として定義してあげて、そのタイマーの開始という関数を作ってあげたんですよね。ここからタイマーを開始してくださいっていう時に、まあ、それするとですね、その関数をボタン A やボタン B、いろんなところに応用できるということなんですよね。はい、今日はですね、こんな感じで、3分タイマーを作るプロセス、そして関数を使うということを勉強しましたので、ぜひ覚えておいてください。はい、ありがとうございました。